田ゴ駅は和歌山県東室郡串本町和新にある西日本旅客鉄道規制本線の駅である。一面一線の小さな駅山側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。新宮方面、木板鍋方面の双方の列車が同じホームを使用する。駅舎は昭和30年代のプレハブ建築で周りの駅に比べてコンパクトだが、駅舎の中には待合所があり、 シャッターの降りた状態で出札口も残っている。新宮駅管理の無人駅である。自動券売機、乗車駅証明書発行機の設備もない。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。駅舎横にトイレが設置されている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。海岸沿いに小さな集落が散在する中にこの駅はある。駅は 国道から少し入ったところにありわかりにくいが、国道には案内表示がある。国道沿いには、平らみがいくつかあって、この辺りの国道は、起伏がある。この辺りの海岸線には、岩礁が発達しており、磯釣りの客で賑わう時期もある。この駅は、タゴではなく数深市の集落にあるが、タゴの集落も近い。 日本国有鉄道工事 S60.312 八1812021年春ダイヤ改正について西日本旅客鉄道和歌山支社オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20201218081506/https:www.westjr.co.jp/press/article/items/20121800 は、かやま、pdf2020 年12月22日閲覧。 和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収、ありがとうございます。